こんにちは、佐々木です。本日は、ラクマ。個人情報はどこまで開示されますか悪用や詐欺が怖いです。ぜひ教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行きましょう、はいえー。この動画では、ラクマですね。ラクマで商品を購入したときに、どこまで、まあ、名前とか住所ですね。 開示されるかってをぜひね紹介させていただきます。はい。で、あの例えばですね商品を購入した時なんですけど、えっ、ー、と相手ですねえ購入先はですね住所決まってない場合ですねこれはですね100%購入者様の名前ですね本名名前ですね登録している名前と住所ですねこれがですね記載されてしまいます。で、あの電話番号とかメールですねこういったの出ないのでぜひ安心していただければねいいかと思います。ですが。 もうこれも出したくないっていう方はです、ね、1つだけ方法があります。それはですね商品を購入する前に、あの販売先ですねの方に簡単楽ンパックのですねあの U パックですねで送る方法あります。で U パケットというパックですねこれをえローソン、また郵便局ですね配送する形取っていただければ、匿名で配送することは可能です。 まあ、これはメルカリとしてるので、ぜひね、安心していただければね、いいかと思います。はい。なので、もしね、こういった悩みが出ましたら、まず商品を購入する前に、匿名にしていただいてね、まあ、配送方法を変えていただくんですよ。そうすればですね、匿名で配送可能です。ぜひね、試していただければね、いいかと思います。はい。はい、えー、ライン登録お願いします。LINE していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマュアをプレゼントします。ニックネームかスタンプをお願いします。 あと、YouTube が質問です。いざ受け付けてません。LINE や登録によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。